はい、こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ前回続いて。はい。今日はね。はい。この間サイズの話しましたでしょ。そうですね。ね、アフターとか、バストショットとか。はい。次はね。これで上からこう下に移してきます。はい。で、なぜ上から下にこうカメラを振ったか。こういうのね、カメラを上から、もしくは横から振るの。パンニングって言うんです。パンニング。うん、パンニング。さっきのフィックスだけで分かりやすいんだけど。分からない。はい、で、上下に動かすパンの大きな特徴、高さを表す。ああ、うん。高さとか、上から下までの、例えば曲線が高層ビル。フィックスで高層ビルとって、絶対高層ビル普通。収まんない。収まんない。いくらだろうね。はい。上からこう下に下ろすと、高いビル。そうですね。わかるんですよ。木もないですね。大きな木は上から下を下ろすと大きな木だとか。ですからパンっていうのは大体上から下は高さが合わない。横のパンの場合は広さ。公園の広さ。ああ、なるほど。だからその広さ高さを出すのに主に使います。なるほど。でそれをその前後に挟むと意味がわかる。わかります。基本的にフィックスで撮るじゃないですか。で前半でフォロー撮影も出てきたと思うんですけど、どっちもカメラを動かしている動作には変わらないんですよ。フォロー撮影もパンニングも何が違う、引きか寄りか。それはねフォロー撮影っていうのはさっきのバックもそう、あなたが歩いてるのもそうですけど、きちんと狙った被写体が動いてる。あ、なるほど。被写体を追っかけるのはフォロー。フォロー撮影。はい。今のパンは別に被写体を追っかけてるわけじゃない。動いてないですもん、建物の。そう。だから高さが表す。木の高さを表すっていう、もしくは公園の広さを表すという時がパン。これは別に被写体を追っかける必要ないですよね。その差です。わかりました。もう一つ、これずっと今街路樹の上を見せてる。でこうやってやると、何ちょっと木の上取ってるね。木は下から見上げた。木の絵があってこうやってると。暇つぶしに切っとってるなと。人が見てた景色なのかなとか。ただこの今の木の絵とこれだけだと、まあそれは木かもしれないけど、ただその前に大きな街路樹からガーッとお店を下ろしてくると、でその次にさっきの木とこれがあると、その3つがあると分かる。つながってくるんですね。場所と何を誰が何を。そう。はい、ということで僕ちょっとね、あなたが食事をしてる。いやー、恥ずかしい。サイズを変えることによって、こんだけちょっと楽しみに映るよっていうのを見せしますね。はい、今これバイクを吸ってますが、実はバイクのすぐ横にあるお店なんですね。これ今こういうのなんて言います？アップですよね。アップだね。手元のアップっていうか、ボトルっていうか手元のアップですね。ビールに何かを入れる。はい。コロナっていうの。コロナビールでした。というやつを今楽しみに入れて、はい、喜んでるとこですね。そしてこれもアップですね。こういうふうにね、アップアップでつなぐと、なんていうんだろう、明るいっていうかテンポよく見える。アップの次にもう一回アップを。これね、同じアップでもね。見てください。これこれもただフィックスのように見えるけど、これも若干フォローしてるんですよ。あ、追いかけてますよね。コロナですね。でこうやってこれも一応ほらボトルからこう少し出る。そうですね。完全に写真でピタッと載ってるわけじゃない。だけどサイズ的にはアップね、美味しそうみたいな。またアップですね。これなんて顔のアップ。頬張ったですね。アップでも少し寄ってると、さらに迫力がある。そうですね。これぞみたいな。もう食べてますから。でこれはまあベストサイズのちょっと広め。まあここのある場所。が伝わる。ね。こればっかだとちょっと。確かに。これの手拭きのナプキンかと思ったら違った。全体通したら寄ってってまた引いてっていうのが一番リズミカルで分かりやすいんですよ。ただちょっとこうアクティブな感じ、楽しみな感じみたいな時は今みたいに。ボンってなってみたらクシュってみたらボボンってなって、確かにこう引きの映像が多いとやっぱこう抑揚というかテンポがなくなっちゃうなって今よりの動画を見てると思いましたね。今よりだとそうか、なんか動きがそうありますよね。なんかテレビコマーシャルみたいな感じ。確かに。こう若い人たちのアクティブな。ただ説明的にはやっぱり前後にこう引いたりが落ち着く。そうですね。アップアップずっと続くと疲れちゃう。疲れちゃうんですね。ですから前回言ったそのサイズの切り替えっていうのは引いたり寄ったり、そのサイズごとに切り替えて積み上げると。すごく分かりやすい、落ち着いて見えるし説明にもなるんだけど分かりやすいでしょ。メッセージ伝わりますね。それがサイズの切り替え、サイズの重要さとそのつなぎの大切さは実は分かる。確かに。